皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみうぷ主のミーです。年を重ねるごとに筋肉痛が治りにくくなっているのを実感しています。皆さんどうもお久しぶりです。ヨウムです。9月に入ってすっかり秋になりましたよね。毎度おなじみマリサだぜ。この時期の服装選びが一番難しいよな。ということで本日もマリオメーカー2を実況していきたいと思います。こいつ何寝てんだ。疲れているんでしょう。じゃあ僕も寝ようかな。誰がこのゲームやるんだよ。誰かが見ているみたいですよ。え、誰ですか？怖い。これまた恐ろしいコースじゃねえだろうな。え、マリオメーカーにそんなコースあるんですか？おいおい、このうち電気ついてないよ。大丈夫。本当に雰囲気がお化け屋敷みたいですね。何も出なければいいな。本当に先が見えないからこっちで合ってるのかわからない。どうやら鍵が必要みたいですね。この暗い屋敷から鍵を探さないと。大丈夫だマリオ、ここには何もいない。ただ電気のついてない屋敷だ。今のは、ただの雷じゃない？外天気悪いんだよ。いやー、真っ暗なお屋敷に雷とか雰囲気バッチリですねー。どこか電気のついている部屋はないもんかね。ここのスイッチを押すと、さっきの部屋の先に進めるね。本当にこれマリオメーカーですか？シャレにならない恐ろしいコースってのもあるんだぜ。今の何の音？その辺のものが落ちたんじゃない？マリオが降りた衝撃で。そうですよ、ポジティブに考えていきましょう。この屋敷はどれくらい広いんだろうか。あれ、ちょっと待って。行き止まりになってるよ。うわぁ。びっくりした。急にあんなもん出てきたら誰でも驚くぜ。うわぁ、今の顔ですよね。顔、どこにあった？出たぁ、目玉だよ。やっぱりこの屋敷出るんじゃないかぁ。もう帰りたい。何この部屋？まるで部屋が生きているみたいなんだけど。これはかつてないヤバさだぞ。うねうねしてて本当に早く抜け出したいんですけど。これはただの花ちゃんだ、ただの花ちゃん。そうだ、花ちゃんたち、さらば。なんとか脱出できましたね。また何か来るんじゃないかと思うと心臓が。本当はごじぎりしておく。いやあれマジで怖いしか言ってねえから意味ないだろ。うわぁ、なんか見てるー。あ、生きてましたか。正直僕も死んだと思ったね。どうやらまだまだ先があるみたいです。この見ている幽霊は一体何が目的なんでしょうね。確かに、何か恨みを持っているんだろうか。僕何もやってないからね、無罪だよ、無罪。必死でお化けを説得しております。そろそろ出口についてくれ。また囲まれてしまいました。このギリギリ感がまた怖いんだよな。これは反応を楽しんでいるようにしか思えませんね。おいこら、僕のビビってる反応を見て楽しんで。じゃあ。うわーん。幽霊の怒りを買っちゃダメだ。目玉に閉じ込められるって何事ですか？じゃあ。目から血の涙が流れてたね。今のマリオさんですか？違うよ、僕じゃない。マジでこの演出は怖すぎる。もう変なの出てこないよね。なんか雨漏りしてる。雨漏りくらい日常茶飯事ですよ。やっと終わった。結局あの幽霊は何だったのか。マリオさん、今度はドッスンになるみたいです。どういうことですか？マリオを操作するんじゃなくてドッスンを操作するってことだ。そんなことできるんですか？もう操作できるね。ゆーっくり動くな。本当にドッスンを操作できてる。マリオと違ってかなり動きが遅いです。ドッスンってこんな感じで普段歩いているんでしょうね。落ち方はさすがプロだぜ。続いては何やらバネが飛んでおります。これ、押し返されないように進まないといけませんよね。待って、これタイミング難しい。進み続けないで止まってみたらどうだ？うわ、それ賢い。止まれないと思ってたのか？おお、バネめっちゃ便利じゃないですか。ドッスンとバネの相性は最高です。あれはズ。ガボン。今度はあのガボンを使うのかな？おいら何もできないけど。飛べ。ジャンプしただけじゃ浮いてる。ドッスンはその場で浮くことができます。重力無視とかすごすぎませんか？ここでガボンを飛ばし、ガボンにスイッチを押させるというわけです。乗り物なんですか？すごい安定感です。ピタゴラスイッチかよ。空中浮遊もできるしすごい便利な乗り物だな。ガボンとの連携も完璧ですね。次のお客様はボム兵です。ドッスンさん、任せてくださいね。体を張ってくれたな。
次のお客様はふよふよくんです。これ乗ってるのかな？大丈夫。一応ちゃんと乗れてはいるみたいですよ。みんなおとなしく乗っててくれるもんなんだな。あとはふよふよくんに任せましょう。完璧なコントロール、すごいです。ドッスンも結構自由に行動できるってことが分かったぜ。あれ、僕今回何もしてないんだけど、大丈夫なのこれ？大丈夫、ドッスンが活躍してくれてるから、どういう仕組みか分かりませんがすごいです。おいおい、これはミスったらまずいぞ。タイミングが命。頑張れ、少しずつ慎重にですよ。スピードが出ない分ヒヤヒヤするぜ。今だ、一気に進め。よし、あと少しだ。ドッスンも無敵に見えて結構打たれ弱いですからね。やったー、なんとか危険区域は抜けた。これで一安心だな。人を乗せることもできるし受けるし、ドッスンの新たな可能性を感じました。これでもっとスピードが出れば完璧な空飛ぶ車ですね。ドッスンをなんだと思ってんだ。あれ、なんかゴールが目の前にあるんだけど。第84問。1月、2月。あれ、もしかして鬼か。うわぁ、鬼は外だぁ。鬼も空気を読まないといけない時代なのね。どういう時代だ。第85問。地獄に落とされた悪党官だった。ってことはこれは蜘蛛の糸か。しかし過去に一度だけ蜘蛛を助けたことに免じ、お釈迦様は蜘蛛の糸をお垂らしになったのです。いいことってするものねー。そして神田太が糸を登ろうとすると。うわぁ。他の亡者たちも一斉に糸に群がってきたのでした。ここからどう空気を読んだらいいんだろう。皆さん落ち着きましょう。みんなが一気に登れば糸が切れてしまうかも。頭いいな。説得力ある。あら、みんな納得してくれているみたい。みんな一列に並んで一人ずつ登り。これが成功すれば全員極楽へ行けるかもしれないよ。上についたものは次のものを読んでください。頭いいな。説得力ある。すげえな、亡者たちを従わせてるぜ。どうしよう。こういうのは一斉に登ってきて糸がプッツンって勝手に切れるものなのに。お釈迦様が自ら切ったら、悪いことはできなかったみたいです。第86問。僕、普段こういうこと絶対にしないんだけど今日は自分の殻を破ってみたいと思います。普段やらないことをやると体におかしな症状が現れるので注意です。おかしな症状で過ぎて怖いんですけど。第88問。やってやるぜ、ここで俺が活躍して逆転してやる。嫌な予感しかしないんだが。ナイスブローオーク。何がナイスなのかわかりませんか。こいつはチームメイトの頭とボールを間違えてるわ。またまたナイスー。ただただチームメイトを妨害しているんだぜ。その後、理由はわかりませんが僕はチームを解雇されました。当然だな。本日も大変よく空気を読めました。